はい、じゃあドラムの名称についてお話していきたいと思います。まず一気に全部お話します。スネアドラム、ハイタム、ロータム、フロアタム、バスドラム、ハイハットシンバル、クラッシュシンバル、クラッシュシンバル、ライドシンバル、以上となります。はい、一個ずつ解説していきます。まずこのシヌですね、これがスネアドラムっていう名前になります。ちっちゃい子たちだと、ドラえもんに出てくるお金持ちのキャラクターからもじってスネアドラムみたいな感じで、言うこともあります。で下ですね、このバスドラム、はい、バスドラム言い方がいくつかあって、私はバスドラムって呼んでるんですけども、ベースドラムっていう方もいます。はい、覚えやすい方で、はい、大丈夫です。はい、バスドラム、ベースドラム、省略してバスドラとかベードラとかいうこともあります。はい、で、バスドラム、そうですね。で次、青、赤、緑、まとめてタムタムって名前がついてます。はい、これ人によってトムトムっていう人もいるんですけど、はい、タムタムの方が多いですね。タムタム派ですかね。なんとなくちょっと上の世代の人がトムトムっていう方がいらっしゃるかなと。はい、でタムタムだとどのタムかわからないんで、はい、一応名称がついてます。青の方ですね、音程が高い低いっていうところでハイタム、ロータムになってます。はい、で緑だけこれ足がついてるんですね。はい、で足が床についてまして、床のことを英語でフロアって言いますので、フロアタムというふうに呼んでます。はい、あとはこれもハイタム、ロータムって、群馬だということがなんか多いような気がするんですけども、他だとファーストタム、セカンドタムっていうふうに、はい、タム1、タム2と、はい、そっちの方が覚えやすいかなと思います。はい、で、今度シンバルですね。はい、シンバル、ハイハットシンバルです。一応なんかこうちょっとハットとか書いてあるんですけど、シンバル見ていただければ、はい、名前が載ってます。もともとロウソクシンバルっていうのがこれの前にできてたんですね。はい、諸説あるんで、一概にこれが正しいかっていうのも、ほぼほぼ正しいだろうとは思うんですけども、いくつか諸説あるんですが、初め、ドラムをこう叩いた時にこれなかったんですね。でドラムの人が左足がなんかこう動いてたんで、この左足のなんかこの不規則な動きをなんか使えないかっていうんで、シンバルをこうカシャンカシャンってするような低い位置にあったんですけど、それを開発して、でそれを使って演奏してって、でそれが今の時代になってこう高くなった。はい、前も低い位置にあった、今度は高い位置にあるっていう。はい、でこれで、はい、でハットが帽子に似てるかなみたいな。ちょっと思いますけど、こう見るとこれでなんかちょっと帽子っぽいみたいな。なんかどっか東南アジアのどっかの帽子っぽいような感じがします。でハットっていうふうに、はい、ついて、ハイハットシンバルっていうふうに名前になってます。ね、こっちの由来ちょっとわかんないですけど、クラッシュシンバル。はい、ディズニー好きな方だと、ディズニーシーンに行くと、カメが喋るアトラクションがあるんですね。はい、でそのカメの名前がクラッシュ。そっから連想する。ちょっとマニアックな方ですけど、はい、ディズニー好きな方だと、はい、あ、クラッシュだみたいな。ですね、クジラ語を喋ったりとかするアトラクションですね。で最後、ライドシンバル、こちらライドシンバルですね。はい、これもちょっと私も知らなくて、調べた情報ではあるんですけど、リズムを乗せるとかな、そのライドっていうような、意味合いだそうです。はい、あとはトップシンバルっていうこともあります。ドラムのこの歴史を遡っていくと、ロックよりジャズの方が先に出てきて、ジャズだとこれいっぱいよく使うんですね。はい、なんで花形みたいな感じで、トップ頂点みたいな感じでトップシンバルっていう方もいますし、ライドシンバルっていうふうに呼んだりします。はい、ではまとめます。ハイハット、すみません、スネアドラム、ハイタム、ロータム、フロアタム、バスドラム、ハイハットシンバル、クラッシュシンバル、クラッシュシンバル、ライドシンバル、以上となります。